皆さん、こんにちは。今回は、日本の芸能界に大きな影響を与え続けた伝説的な声優、大山のぶ代さんの訃報についてお伝えします。2024年9月29日、90歳という長寿を全うし、老衰のため静かに息を引き取った大山さん。その訃報が10月11日に公表され、日本中が深い悲しみに包まれました。大山のぶ代さんといえば、誰もが思い浮かべるのが国民的アニメ、ドラえもんの声です。1979年から2005年まで、実に26年もの長きにわたり、彼女の温かく愛らしい声は、何百万人もの子供たちの心に希望と勇気を届け続けました。しかし、大山さんの魅力は、ドラえもんだけにとどまりません。1933年10月16日、東京都渋谷区に生を受けた大山さん。本名は山下のぶ代といい、その人生は多彩な才能と輝かしい業績、そして深い悲しみと喜びに彩られていました。女優としてキャリアをスタートさせた大山さんは、その後声優、歌手、脚本家、エッセイストとして多方面で活躍。日本の芸能界でも稀有な存在でした。しかし、大山さんの人生は決して平坦なものではありませんでした。32歳で経験した第一子の死産、そして38歳で生まれた第二子の生後3ヶ月での死。これらの痛ましい経験は、大山さんの心に深い傷を残しましたが、同時に彼女の芸術性と人間性を深めることにもなりました。そんな苦難を乗り越え、大山さんは芸能界で輝き続けました。特筆すべきは、夫である佐川圭介さんとのおしどり夫婦としての姿。二人の関係は、多くの人々の憧れであり、理想的な夫婦像として語り継がれています。佐川さんは、常に大山さんを気遣い、尊重する姿勢を貫きました。例えば、大山さんが仕事で外出する際は、必ず佐川さんに電話をして帰宅時間や夕食の内容を確認。そして佐川さんは、大山さんの帰りを待ちながら料理を作るのが日課でした。この小さな習慣が、二人の絆をより深めていったのでしょう。昭和芸能。二人の関係は、互いの個性を尊重し合うものでした。佐川さんの亭主関白な面を、大山さんは懸命に受け入れ、常に一歩引いて夫を立てる姿勢を貫きました。大山さんが佐川さんを圭介さんと呼び、何を言われても、はい、はいと応じる姿は、古き良き日本の夫婦像を彷彿とさせます。しかし、そんな幸せな日々にも、やがて試練が訪れます。2015年、大山さんに認知症の診断が下されたのです。この事実は、佐川さんによって公表されました。認知症の診断を受けた当初、大山さんは自身の状況をさほど深刻に受け止めていなかったようです。黒柳徹子さんの番組「徹子の部屋」で佐川さんが病状を公表した際、大山さんは「なんでこんな大げさに」と反応したそうです。しかし佐川さんは優しく、しかし強く大山さんを支え続けました。ちっとも大げさじゃないんだよ。元気になるためにも、本当のことを知ってもらって頑張らないとな、という佐川さんの言葉に、大山さんは、うん、私、頑張るわ、と答えたそうです。この一連のやりとりは、二人の絆の深さを物語っています。大山さんの認知症が進行する中、佐川さんは献身的に介護を続けました。しかし、2016年には佐川さん自身も尿管がんの治療が必要となり、大山さんは老人ホームに入所することになりました。そして2017年7月11日、佐川さんが他界、大山さんは最愛の夫との永遠の別れを経験することになったのです。佐川さんの葬儀では、大山さんが喪主を務めましたが、実際には出席していません。しかし、葬儀所で棺の中の佐川さんと対面した際、涙ぐんだそうです。長年連れ添った夫との別れは、認知症が進行していた大山さんにとっても、深い悲しみだったことでしょう。その姿は、多くの人々の心を打ちました。佐川さんの他界後も、
大山さんは老人ホームで穏やかな日々を過ごしました。長年のマネージャーである小林明子さんが定期的に通い、大山さんの面倒を見ていたそうです。認知症は進行していましたが、健康状態は良好で、合唱などの活動に積極的に参加し、他の入所者との交流を楽しんでいたとのことです。この姿は、大山さんの生涯を通じての前向きな姿勢を表しているようで、とても印象的です。大山さんの訃報を受け、SNS には多くの追悼の声が寄せられています。X では、ドラえもんの声といえば大山信代さん。子供の頃から親しんだ声でした。ご冥福をお祈りします。大山信代さんの声のドラえもんが大好きでした。心からご冥福をお祈りします、といったコメントが溢れています。インスタグラムでも、大山信代さんのドラえもん、本当に大好きでした。私の子供時代の宝物です。安らかにお眠りください。大山さんの声は、私たちの世代にとって特別なものです。感謝の気持ちでいっぱいです、といった投稿が相次いでいます。昭和芸能。ヤフーニュースのコメント欄では、大山さんのドラえもんは、声優というより、まさにドラえもんそのものでした。あの声を聞くだけで、どれだけ元気をもらったことか、本当にありがとうございました。大山さんの声は、日本の文化そのものだと思います。これからも私たちの心の中で生き続けるでしょう、といった声が寄せられています。これらの言葉は、大山さんが多くの人々の人生にいかに大きな影響を与えたかを物語っています。大山さんの声優としての才能は、ドラえもん以外の作品でも高く評価されていました。例えば、弾丸論破シリーズのモノクマ役も、大山さんの個性的な声が作品の魅力を高めていました。しかし、認知症の進行に伴い、2016年にはこの役も降板することになりました。これは、ファンにとっても大山さんにとっても、とても悲しい出来事だったでしょう。大山さんの声優としての才能は、単に声を当てるだけでなく、キャラクターに命を吹き込む力を持っていました。ドラえもんの原作者である藤子 F 不二雄先生も、当初はアニメ化にさほど乗り気ではなかったそうです。しかし、大山さんの演技を聞いて、その考えが一変したと言われています。これは、大山さんの声の魅力と演技力の証明と言えるでしょう。大山さんの声優としての才能は、プロの現場だけでなく、日常生活でも発揮されることがありました。夫の佐川さんは、ある時のエピソードを語っています。二人が車で移動中、チンピラに絡まれそうになった時のことです。大山さんは冷静に対応し、仙台訛りを使って巧みに演技をし、危機を回避したそうです。この出来事が、佐川さんにとって、運命の赤い糸だったと語っています。このエピソードは、大山さんの機転の利きさと演技力の高さを物語っています。ドラえもんの声優を務めていた26年間、大山さんは多くの子供たちの心の中で、まさに、どこでもドアのような存在でした。彼女の声は、視聴者を夢と冒険の世界へと導き、困難な時には励ましてくれました。大山さんの声は、多くの人々にとって希望と勇気の象徴だったのです。しかし、大山さんの魅力は声優としての才能だけではありません。彼女の人生そのものが、多くの人々に勇気を与える物語でした。二度の子供の喪失という深い悲しみを乗り越え、最愛の夫との幸せな日々、そして晩年の認知症との戦い、これらすべてを通じて、大山さんは常に前を向いて生きる姿勢を貫きました。その姿は、多くの人々に生きる勇気と希望を与えたことでしょう。大山さんと佐川さんの関係は、多くの人々の憧れでした。互いを思いやり、支え合う姿は、理想的な夫婦像として多くの人々の心に刻まれています。佐川さんが大山さんの認知症を公表し、介護の日々を綴った本、娘になった妻、信代は、多くの読者の心を打ちました。この本は、認知症と戦う人々とその家族に大きな勇気を与えました。佐川さんは、大山さんの介護を通じて学んだことを率直に綴っています。それは、
困難な状況でも愛する人のために尽くす姿勢、そして認知症患者を一人の人間として尊重することの大切さでした。この本は認知症への理解を深め、介護に携わる人々に希望を与える貴重な資料となっています。大山さんの訃報は日本中に大きな衝撃を与えました。しかし同時に、彼女の人生を振り返り、その素晴らしさを再認識する機会にもなりました。多くの人々が大山さんから受け取った勇気や希望、そして愛を思い出し、感謝の気持ちを表しています。大山さんの残した功績は日本の芸能界、そしてアニメ業界に大きな影響を与え続けるでしょう。彼女の声優としての才能、そして人間としての魅力は、これからも多くの人々に影響を与え、励ましを与え続けることでしょう。大山さんの声は今もなお多くの人々の心の中で生き続けています。最後に、大山信代さんのご冥福を心よりお祈りいたします。彼女の残した遺産は私たちの心の中で永遠に生き続けることでしょう。今回の動画の感想や今後扱ってほしい話題がありましたら、ぜひコメント欄にお寄せください。そしてこの動画が良いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。